みなさんこんにちは。今日はいろんな妖怪メダルを開封していきたいと思います。この3つが息子が選んだメダルです。中は何なんでしょう。開けてみます。ハサミだけ。うん、ハサミで開けます。何見せるかと言った。妹変なこと言いました。これ妖怪メダル第1章です。復刻版ですね。中身は、あ、コマさん、あげる、コマさんとダルダルマです。出ました。妖怪メダル0、セットメダルであります。ママの、ママのでしょ。ママ違うよ、ママのまだ。あ、ママ。そう。かぶっち。なんだそりゃ。かぶっちゃった。かぶっちゃったよ、かぶっちゃったよ。あ、ほんとだ。釣られたローマで、前も買った時に入ってました。かぶってしまいました。これ。でも、これ一番欲しかったやつだから。ほんと？でもね、パパはこれです。こっちが自分のメダル0、こっちが自分なんです。真打ちです。ね、こっちが自分なんです。こっちが自分なんです。うん、だってさっきの自分なんです。だ、自分点々ついてる。なんだろう。あ、座敷わらし、前も出ました。かぶっちゃいました。これ新しいやつ。はい、自己中でーす。自己中。はい、次は妹の方が選んだ3種類です。でも、開けていきまーす。お母さん選んだやつ1個ですか。うん。いい？おばあちゃん。ないよ、ハサミ。おばあちゃんだよ、おばあちゃん。なんかよく開けちゃったんだよ。うん、いいよ、大丈夫。ね、ダルダルも買って欲しかった、2番目。それで、妹が。コマさん。お！はーい。ひもじい。ひもじいと、なるべくひもじい。みちみおにですね。はい。ね。はい、次。はい、次こちらメダルバスターズ第4幕ですね。4幕です。で、欲しいものいっぱいありますか。ウサピョン出てある。これウサピョンじゃないんじゃない。ウサピョンなの。あのね、様子が変になったウサピョン。そうなの。一斉のでと開けます。一斉ので、はい。出たはる。これ何、任命？はる、はる前に出た。認めんって読むの、どっち？認めん。認めん？はる、はる前に出た。それブリー、ブリーなんていうの？ん？任命？うん。見た、またかぶってる。はい、これ妖怪メダルバスターズ。第1幕鬼退治どんぶらこ編です。あ、猫に赤鬼だったらちょうだい。うん、うん、あ、赤鬼2人ずだった。で、すかりだからあげないよ。キュービーの、キュービー、キュービーと、これ何、シノンジン、アゲアゲハだって。なんだそれ。蝶々みたいなやつ。あれ、サイコ蝶みたいなやつ。うん、だね。そんななんだ。うん。プニ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 、ぜひダウンロードしてみてください。楽しいですから。ダウンロードしてみてください。やったね。はい、これが最後にママが1枚だけ選んだメダルです。妖怪メダル0、Z メダルであります。あ、のぼせとんも。のぼせとんも。ロボ G だって。ねっ、ねえ、ねえ、自分で出たガリ出なかった。せーの、バイバイ、また見てね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしく。